宇都宮と渋谷あたりでライブを今やってる秋山キイラです。曲から性格がわかるかなって思うくらい若干ひねくれてる音と構成の曲をやってます。性格引きこもりで暗くて時間を守らなかったり集中力がなかったりっていう、なんかこうそわそわしてる人です。そうですね、趣味音楽ですね。そのいい意味で趣味感覚でやってて、あとゲームとアニメを見ることと漫画を読むことと、バーベキューですね。これあれですね、僕中学の時に買った軽音の曲が弾きたくて、ちなみに一個も弾けなかったです。僕には月が閉じて儚さで知っている。音楽の他にも、動画と絵をやってました。で、映像作りってすごい好きで、なんで自分で制作したビデオを作ったりして YouTube に上げてたり、ツイッターのアイコンを自分の写真にするかみたいなことになった時に、ちょっとやだなってなって、代わりのものを書こうってなって、偶然今のあの絵が出来上がって、まあ、あれちょっと気に入ってるんですけど、グロいものに対する憧れみたいなのがやっぱ抜けなかったんで、中学生の時に作って。僕すごいその仕事をする気が本当にゼロで、物覚えもちょっと悪くて容量も悪くてみたいな、これ俺は普通の就職してお金を稼げないっていうふうに思って、ちょっと曲だけは作れるっていうか、これ全部俺酔ってぶっ壊した iPhone を戒めのために置いてて、当然夜中の2時過ぎてやっと仕事を探さないで音楽だけやってるっていうのって、めちゃくちゃこう応援されづらい街なんだなって僕思って、僕はちょっとほっといてくれっていう意識がどん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 強くなって、っていうかもう地下で完全に一人だけのその何でもできるスタジオを作って、ちょっともうそこで過ごしたいなって思ってます。今現状の目標としてサマーソニックっていうのは僕今経験した中で一番でかいものなので、とりあえずそこに自力でもう一回行くっていうのが明確な目標であります。